2015年7月ドラマ、月曜日夜9時、フジテレビ系列、月9、恋中。初恋の相手と運命の再会を果たした青年が、恋ヶ岳との複雑な友情を孕ませつつ、葛藤に引き裂かれ、様々な障害に七転び八起きしながら、本当の恋を掴んでいく姿を、ホットに明るく描いた、純愛ラブストーリー。ということで、物語の主人公、三浦葵は、北陸新幹線で話題の富山生まれ、富山育ち、気弱で夏嫌いの優柔不断男。高校時代こそ水泳部の主力選手として青春を謳歌したが、その後はなんとなく大人になり、なんとなく就職、建築家になるというかつての目標も曖昧なまま、東京の小さな建築事務所のアシスタントとしてうだつの上がらない日々を過ごしている。そんな漠然とした夏を送っていたある日、葵は初恋の幼馴染と運命の再会を果たすことに。彼女の名前は芹沢あかり。学生時代、当たり前のように毎日一緒だった二人。葵が本当にダメな時はいつも背中を押してくれたあかり。だが、そんなかけがえのない彼女は、高校3年の花火大会の夜、突然姿を消してしまっていた。胸の奥に秘めていた決して忘れることのできない思い。突然の再会が葵の心を突き動かすことに。でも彼女の隣にはもう一人、葵という同じ名前の男がいて。ふん、まさしくね、月9らしいド直球の青春ラブストーリーなんだけど、注目の主演は2011年9月スタートの仮面ライダー4世以来、約4年ぶりでゴールデンタイム連ドラ初主演にして、月9初主演となる福士蒼太。ふん。ちなみに月9には2013年10月クール海の上の診療所でレギュラー出演。うん。で、一方相手役にはね、この前の4月クール TBS やめごくからの連チャンで、昨年2014年公開の主演映画アオハライドが大ヒットとなった本田翼。うん。ちなみに月9には2012年4月クールの鍵のかかった部屋へのゲスト出演はあるものの、今回が初レギュラーであり初ヒロインね。まあとにかく実績と実力は折り紙付きの二人を持ってきた。このあたりはさすが月9。うん。で、そしてそんな二人を取り巻く登場人物とキャスティング。まず三浦葵の恋がたき、葵翔太に野村周平。葵と同じ高校に転入し、葵と仲良くなるが、卒業後は疎遠に。東京在住、東都医科大学附属病院勤務の研修医。くしくも同じ葵という名前を持ちながら、性格も境遇も立ち位置も全く正反対の男。続いて葵とは高校時代からの親友、金沢康平に大我。葵とは何でも話せる中で、葵と翔太の中和剤的存在の明るい青年。そして葵の妹で就活中の短大生、三浦奈々美には大原さくら子。葵と一つ屋根の下で暮らす。うだつの上がらない兄葵に対して口うるさく容赦なく突っ込むが、なんだかんだと世話を焼いてしまう兄思いの妹。それから葵が勤める建築事務所の敏腕女社長、丹羽真理子に吉田洋、一級建築士。常に葵に試練を与え続ける。続いて事務所の先輩、建築士磯原新一に永井勝。職場における葵の兄貴分的存在であり、社長真理子の片腕。同じく先輩スタッフの富永美玲には山本瑞希。見た目は今時女子だが、根はしっかりして真面目なキャリア志向女性。さらに葵の元カノ佐伯瑠衣子に市川由衣。解消のない葵を振った。一方、明かりの父、芹沢博俊に小林薫。男で一つで娘を育ててきたシングルファーザーで、明かりが高校生の時に経営する工場が倒産の危機に。やがて葵と思わぬところで再会することになる。続いて、明かりのルームメイトで親友の高梨エリカに、アジアンのババゾノアズサ。誰よりも明かりの気持ちを理解する。それから翔太の研修医仲間で東都医科大学附属病院勤務の沢田和葉に新川優愛。誰もが振り返る美人で成績優秀という才色兼備のお嬢様、翔太にほのかに思いを寄せているが。続いて翔太が勤める病院の入院患者、山城心音に大友カレン。
誰にも心を開かず、医師たちの手を焼かせる繊細な少女。うん。まさに新進気鋭、注目の若手が勢揃い。うん。ということで、とにもかくにも、恋仲、楽しみにしたいと思いますね。はい。